内閣府特命担当大臣は日本の国務大臣内閣府特命担当大臣の一つである地方文献改革担当大臣と通称される日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである主として地方文献政策を所管する国務大臣である具体的には住民に密接に関わる行政を地方公共団体が自主的 総合的に担当できる制度や、住民の判断と責任において、地域の諸課題に当たることができる制度といった、地方文献の推進に関わる政策を所管する。また、地方公共団体の自主的な事業、事務経費に充当する交付金の配分、地方制度に関する関係機関との調整なども所管している。内閣府にて、 地方文献政策を司る組織としては、内部部局の地域主権戦略室や、審議会等の地方制度調査会などが挙げられる。内閣府特命担当大臣は、これらの組織を担当する。また、地方文献改革推進委員会を担当する。内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び、北方対策担当、金融担当、消費者及び、 食品安全担当の三大臣は内閣府設置法により筆致とされている。それに対して他の内閣府特命担当大臣は筆致とはされておらず担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため政権により増減や変動がありその役職名は必ずしも一致しない。鳩山幸男内閣発足に伴い廃止され以降民主党主導の政権下では類似した 政策課題に取り組む担当として、内閣府特命担当大臣が引き継いだが、第2次、安倍内閣にて、再び地域主権推進担当が廃止され、地方文献改革担当が復活した。第2次、安倍改造内閣では、地方文献改革担当の大臣職は廃止され、担当していた、職務事項は新設された、地方創生担当大臣に引き継がれた。さらに、 各省庁を横断して地域振興や人口減少問題の対策にあたる新組織として地方創生本部の創設が決定された。ありがとうございます。